この絨毯のこれも気になるんだよな。右上、左下なんだよな。左で、また右上なんだよ。左上、下、左下、終わり。まあ違うよな。ちょっと待って、何あれ。 なんすかあれ。え、燃えたか、サッカー場。え、何も変わってないよなあれ。前回ね、このひまわりをゲットしたんですけど、僕の不注意でコンポスターの中にぶち込んでしまったので、最初からやり直して、またひまわり入手してきました。でね、まあ、クラフト禁止なんだけど、なんか5番って書いてあんだよね。で、黄色の染料ってひまわり1個で作れるから、あ、これじゃんって思ったんだけど、クラフト禁止なんだよね。何これ？使うんじゃね？どっかで。まあ、てことで続きをやっていくんですけど、あ、取れちゃった。こういうのって取っていいのかな？え、なんか取って良さそうじゃない？ こんな花あるんだから。え、取って良さそう。持ってこう、これ。クラフト禁止だから、こうしとこう。これ、花取ってダメだったらどうしよう。まあ、でも、もうバックアップ取ってるからな。いくらでもやり直せる。はい、で、さっきね、このボタンを押したらね、ボタンがまた出なくなっちゃったんだけど、公園のサッカー場に、ほら、なんか出てきたんだよね。黒いのが。黒曜石。で、これ多分、サッカーコートだよね。だから、どっちかのゴールに入れてみようかなって思うんだけど、まあ、触っても何もできない。叩いても何もできない。けど、多分ね、このレバーなんじゃないかな。黒曜石だし。あ、動いてる。え、どう動いてる、それ。あ、なるほど。こっちか。はい。わかった。この灰色のところの、灰色の羊毛を全部黒にするんだ。あ、違う、全部黄色にするんだ、多分。違う。だから、下にやって、で、がっつり左に、はい？え、なになになに？怖い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 。え、怖い怖い怖い。なに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 ？リセットしたって言われた。え、怖。あ、これじゃああれじゃん。わかった。さっきね、ここ押したんすよ。そしたら、場所から始まったから、今左下押したから、あ、やっぱそうだ、リスポーン位置だ。黒曜石の。え、てか何今の？怖。ホラーゲームやめてくれ。押してみる。ダメか。あそこまだやらない方がいいかな。まあ、とりあえず白だけ全部黒にしてみようか。なんで？あれ？なんで？同じとこ通っちゃダメ？もしかして。一筆書きってできるのかな？これ。無理じゃん。できなくね？あ、無理だな。あ、違う。別にこの黄色は踏んでもいいから、こういって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 、あ、無理じゃね？あ、いけるか。あ、いけそうだな。あ、これやばいか。あー、これやばいわ。詰んだわ。え、無理じゃね？できる？あ、いける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 。これって、で、こういくんだ。はい。一筆書きが完了した。ひまわりをもらった。村人の家のドアが開いた。鍵を得た。え？ひまわりいらないって。 ひまわりこれ何に使うんだ？村人の家のドアが開いた？何？これか？なんか2つ。え？え？こんなんなかったよね。1234567891。
どっかあったっけ、開かずの。あ、開かずの家あそこじゃん。あ、村人いたじゃん、そういえば。あ、開いてる。ヤッホー。必要としている。私はそれを。はぁ、動作燃料か、なるほどね。じゃあちょっとしまっとこう、インベントリーに。怖いから。でね、本と紙ね。これいつ使うんだろう。やっぱこれなのか。これもな、よくわかんないんだよな。あ。あれ？これあれか？壁が一個ずつ移動してるか？ほら、ちょ、この今、このダイヤブロックを売ってるんだけど。こっちか。時計回りになったり、半時計回りになったり。ちょっとこれ酔っちゃうな。壁がくるくる回ってる？右上下、左下、左、左、右下、右上、左上、左上、下、下、右下、左下、左下。ああ、ゲシュタルト崩壊しそうだね。地面の色何なんだろう、これ。関係あるか？もしかして。緑だったり、オレンジだったり、白だったり。オレンジというか、この色？今、ダイヤブロックをこう、正面にした時のやつ追っかけてたんだけど、まあ、よく考えたら、一緒か。てか、なんか足し算みたいになってきたな。はい、1時間悩んだので、昨日も含めたら1時間半か。さすがにヒント見ようかな。いや、マジでね、何がどうなってんのか、わかんねえんだよな、これ。やっぱ床の色がヒントらしい。いや、床の色メモったんだけどね。え？なんか床の色と回答場所とその部屋をよく見ろって。まあ、確かにね、まあ、ちょっと関係ないけど、ここにね、オークの葉っぱがあって、ここに松の葉があるんだよね。それは部屋と一緒か。ダイヤが正面にあって、右上に松の葉、左下にオークの葉っぱ。いや、けどね、オレンジの床なんて、オレンジなんてどこにもないんだよ。緑しかないんだよ。多分ボタン押しても変わんないよね。そういえばなんだけどさ、これ持ってっていいの？あ、くしゃみですわ。持ってっていいらしい。これ持って、ちょっとやってみるか。方向つったらまあコンパスだよな。変わんねえわ。こいつずっとここ向いてるわ。あ？あー、なるほどね。わかんないよ、それは。ね、説明できるかな？あれ？なんで成功したんだ、これ。ま、なんかね、コンパス黄色の名前だから、関係あんのかなって思って見てたんだけど、ちょっと待ってね、あっちの部屋行こう。いや、多分なんだけど、コンパスはずっとこっち向いてるんですよ。ずっとこっちの方角ね。で、ダイヤの位置ってコロコロ変わるじゃないですか。だから一旦置いといて。で、ダイヤの位置だけ把握しとくんですよ。ちょ、待って。え、待って。なんで分かったんだ？あ、これ、一旦ランプ注目してください。今、1回目右、2回目右上。どこだ今。左下、右上、左上。下、左下、で、終わりなんすよ。まずこれを記録すると。次に、このダイヤブロックを追っかけるんですよ。追っかけた時のランプの位置を把握する。だから、この時は下ね。ここ今下ね。はい、これ正面が変わっていって、5、6の時は、左下にある、で、そう、これを記録しといて、で、あとは、あ、そうだ。あと、黄色と緑の順番なんだけど、まあ、言っちゃうわ。黄色、緑、黄色、黄色、緑、なんすよ。で、黄色の時は、コンパスを見るんですよ。だから、1回目に記録した、右。だから、ここが1番。
で、次、緑。緑の時は、ダイヤブロックを追っかけるので、左下。ダイヤブロックを追っかけるので、左下。で、ここが2番。で、次も緑だから、ダイヤブロックを追っかけて、ここが左上。で、やってくと解けると思うんだけど、合ってるよな。次、黄色だから、右上のここの5番。で、次は緑だから、右下のここの6番。で、次は黄色だから、一番最初に記録した下、7番。で、ラスト、緑だから、上の8番。で、やったら、なんかできた。